見せてやろう、私のアクセルシンクロ。アンチのいい実装、おめでとうございます。本当に、そしてありがとうございます。感謝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 の実装。さあ、アンチノミーというね、謎のディホイラー、彼のちょっとあのキャラクターの解説はですね、あのまた別の動画で出してますんで、そちらよかったらご覧いただきたいというふうに思っているんですが、今回はですね、このアンチノミーというキャラクターの、キャラクター格付けをねやっていきたいなというふうに思っております。本日ね、3月1日に実装になりまして、まあちょっと動画いつ上げるか分かんないけど、なりまして、非常に優秀なキャラクターとなっております。結論申し上げます。総合評価星4です。総合評価星4、まあ、カイトが星5だったんですけどね、星4です。まあ5を上げてもいいかなと思いましたけど、ちょっと若干カード報酬が弱くてっていう話をするんですが、ちょっととりあえずその前にですね、このキャラクター、まあとりあえずリンクスにおけるこのアンチのみのキャラクターの、まあちょっと茶番っていうか、あのキャラクターの、まあ、性能というか、あの評価ちょっとやっていきたいんですけども、まずボイスですね。ボイス、なん私が教えてやろう、シンクロ召喚の新たなる可能性を。はい、かっこよすぎ、はい、かっこよすぎ、全米が泣いた。もうこのボイスは本当全女子が濡れますね。はい、全女子が濡れます。そして、オタク度、彼ね、重度のマシンオタクなんですよ。で、なんかどこに隠してるか知らないけど、すげえ工具いっぱい出てくるんですよね、あの服の中から。なんで、ちょっとオタク気質なところがあるので、ちょっと若干女性から、まあ、モテないかもしれないという、まあ、こんなかっこいいのに。で、英語力、めちゃくちゃ高いんですよ、星5。ほぼすべてのシンクロ召喚工場が、ルー大島並みに、英語が混じっておりますしね、日本語、まあ、まあ、たまに、まあ、ありますけども、ほぼ英語と、いうことで、まあ、発音はちょっと置いといて、英語力は非常に高い。そして、ジャックとの人間関係は、星1なんですけども、あまりにも、ガチですぐ殴られるんで、ジャックから、反りが合わないんでしょうね、彼とは。良かれと思ってやったことがいつもジャックの気に触っているというね、ところがあるんですけども、優勢との人間関係はもちろん星5。彼のこのアンチノミーさんの使命は優勢を守る、優勢を守るということなんで、まあ、最後はね、優勢に自分の全てを託して死んでいくんですが、まあその人間関係として、まあドラマとして、アニメのドラマとして見ていくと、まあ本当に熱い物語となっておりまして、性格、最後性格ものすごいいいんですよ。性格、星5です。まあ、私とはもう正反対の、本当にいいやつ、世界一いいやつ、クールでかっこよくて、そして、熱い思いを持っているようにめちゃくちゃいいやつ、もう最高じゃないですか、こんなキャラクター、まあ、僕一番好きなキャラクター誰かって言われたら多分、まあ、アンチノミーなんじゃないかなという感じです。でですね、ちょっと茶番評価はここまでにしまして、早速ね、レベルアップ報酬と、スキル報酬、まずはね、スキル報酬から見ていきましょう。スキル星5です。バカみてえに強いスキルなんですよ、これセットデルタアクセルっていうこのスキルね、これめちゃくちゃ強いね。デュエル開始時に自分のエクストラデッキに、ハルバードキャノン、ブレードカンナー、パワーグラディエーター、ワンダーマジシャン、レシピドラゴンフライ、この5枚、この5枚を全部追加すると、つまりですね、エクストラデッキが12枚になります。ジャッジーっつって、リンクス7枚マックスなのに、こいつエクストラデッキ12枚積んでますっていうね、これが許されます。で、自分がテックジラスシンクロモンスターを2体以上シンクロ召喚に成功すると、レシプロドラゴンフライを出せると。これね、これレシプロドラゴンフライって、自分のフィールド上のシンクロモンスターを分解して、で、その素材に使ったモンスターを特殊召喚できるよっていうことなんですけど、これ何がしたいかっていうと、ハルバードキャノンを出したいんですよ。これデルタアクセルなんで、シンクロモンスター3体を使って、出さないといけないんですけども、これができるんですね、レシプロドラゴンフライがあれば。で、スキルで出せるっていうインチキ具合なんで、なんとコストいりません。一切モンスター用意する必要ありません。手札1枚から、ハルバードキャノンなんていうことも可能です、分回り方によっては。素晴らしい。そしてこのスキル何がいいかっていうと、テックジラス縛りとかついてないんですよ、特に。なんで、ハルバードキャノンだけではなく、今後追加されるであろう、シューティングクエーサードラゴンとか、コズミックプレイザードラゴンとかの、レベルが12 の、デルタアクセルモンスター、ああいうモンスターもこのスキルであれば簡単に出せると。これが素晴らしいですね、本当に素晴らしいと、いうふうに思っております。で、まあ、ちょっと保有スキルを、ね、先に見ていくんですが、シンクロフライトコントロール、手札の
テクジナスモンスターを1体デッキに戻して、デッキからテクジナスモンスターを1体手札に加えると。これあれなんですよね。オノマトランスのなんかテクジナスマンみたいな感じなんですけども、自分はテクジナスモンスター以外のレベル10以上の、モンスターを特殊ができないということで、まあ、ちょっと若干安定感を上げる代わりに、まあ、エクストラデッキは、まあ、でもさすがにね、テクジナスデッキを使うんだったら、多分これがさすがに強いと思うの。これがさすがに強いと思うんで、まあ、これはまあ安定感一応出ますけども、まあ、あんまり使うことないんじゃないかなと個人的には一応思ってますね。はい。で、チューナーレベルバランサー、自分のテックチューナーモンスター、テクチューナスモンスチューナーモンスター1体のレベルをターン終了時まで2つ上げる、または2つ下げると。まあ、これはね、まあ、使わなくても別に12シンクロとかできるんで、まあ、12シンクロではない、なんか、レベルが合わない、多分8シンクロとか、まあ、12シンクロとか、それからまあ3シンクロとか、まあ、7シンクロとかもいけるのかな。そういうなんかちょっと若干その、テクジマスではないようなレベル感のあるモンスターをシンクロ召喚する際にこのスキルを使うことはできるかなというふうに思ってますね。はい。だからなかなか可能性を感じるスキルとなっております。で、まあ、ちょっと持ってないんですけど、テックジーナスチューン、自分のフィールドのテックジーナスモンスターの1体を、ターン終了までチューナーにすると。なんかこれもまあそこまでなんか積極的に使うスキルではないように思いますが、グラディエーターをね、チューナーにしたり、ハイパーライブラリアンをチューナーにしたりとかして、例えばなんかチューナーとレベル1で6進化をしたりとか、まあ、そういうことも一応できるんで、結構ね面白い動きするんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、テックジーナスブースター、自分のフィールド上に存在するすべてのテックジーナスモンスターの攻守が、レベルかける50アップする。これも結構強くてですね、例えばブレードガンナーはレベル10なんですけども、ブレードガンナーだったら500上がるから、3800になったりとか、あとハルバードキャノンだったら12だから、600上がって、12だから600上がって4600とか、すごいですよね。アルティメットドラゴンが越せますからねこのスキルを使ったら。なので打点が欲しいという方は、まあ、このスキル使ってもいいんじゃないかなと。下級モンスター の打点もね一応上がるんで、パワーグラデーターの打点が、5だからここ20250上がって2550とかになったりするんで、まあ面白いスキルなんじゃないかなというふうに思ってます。で、マシーナリーブースター、自分のフィールド上のすべてのテックジーナスモンスターをターン終了時まで機械族にする。これ原作はねテックジーナスってもともとは機械族としても扱うっていう効果を持っていたんですが、OCC 化するときにね全部種族が上がっちゃったんで、まあ、これはまあ原作再現みたいな感じでしょうかね。だから一族の結集とかでなんか全部機械とかにするんで、なんかデスペラードとか出したりとかできるんじゃないですかね。まあ入るか知らないですけど。で、自分のフィールド上の全てのテックジナスモンスターの攻撃力がターン終了時まで自分のフィールドのシンクロモンスターの数だけで300アップするということで、まあ粉砕みたいなイメージですかね。まあ粉砕使っときゃいいみたいな話もあるんですけれども、はい。まあ、あと打点上げるんだったら結構ねこっちの優秀なんで、はい。まあこの辺もまあお好みでっていう感じですかね。このスキルが強すぎるんだよね。セットデルタアクセルですけどね。うん。あと何の代償なんか知らんけど、代償とかも持ってまして、何の代償なんだろうなこれあれから優勢を導く代償として自分が死んでしまうみたいな、そういうことなんですかね、わかりませんけども。で、中中ノーマルとか、ハイオンスキルライフチャージとかもあって、これがでかいですね。レベルコピー今だとサンダードラゴンとか使いこなせるし、まあ他のね、レベル合わせてなんかシンクロ召喚していくようなギミックにも使えるんで、まあ、とても優秀。あとレベル上昇ももちろんできると。レベル加工だけないんで、まあ、できればねレベル増長ではなくレベル加工が良、うん、かったかなと思うんですが、まあ、贅沢は言ってられませんといったところ。はい。というわけで、まあ、スキルは本当に星5、まあ、これが強すぎる。これ1個持ってるだけで相当優秀なんで、これやっぱデルタアクセルといえばアンチノミーという感じに多分今後キャラクターとしてなっていくんじゃないかなとイメージ的に思います。はい。で、カード報酬ですね。カード報酬はまあ星3くらいかなと思ってます。ちょっとね、スキルだったらこれさっきのセットデルタアクセルでこれ入るんですけども、例えばワンダーマジシャンとかはカードではないんですよ。このスキルを使わないと入らないし、これなんかワンダーマジシャンとか1枚くらいね報酬にあってもよかったのかなと個人的には思ってますね。で、ハイパーライブラリアン、図書館はちょっと強すぎるんで、図書館はまあなくてもいいのかなと思うんですけど、まあ強すぎるからね。なんですけれども、レベルアップ報酬はそこまでかな。なんかこの辺のジェットファルコンとかラッシュライドとか使わないんじゃないかなと。で、これもまあただあんま使わないんじゃないかなと思いますね。で、これストライカーが一応3枚、持ってるっていうか、まあゲットできるんで、まあ、それ加味してまあよかったなと思って星3ぐらいにしてますけど、これなかったら星1ぐらいまでありましたかね。うん。まあレベルアップ報酬はそこまで強くないけど、
まあ、スキルが、まあ、圧倒的星5なんで、まあ、総合評価星4という感じにしたいなというふうに思ってます。スキルが本当に優秀です、このキャラクターは。今後のデルタアクセルシンクロモンスターの活躍はね、絶対こいつ使うことになるんで、ぜひ、育成しておいていただければというふうに思っております。はい、以上です。それではまた次の動画でね、お会いしましょう。見せてもらったよ、君の可能性を。